ブルベクは、ドイツ連邦共和国ニーダーザク先州のシュターデ軍に、属す、マチソンザムトゲマインでオルデンドルフを構成する、自治体の一つである。ブルベクは、ゲースト編縁部、オステ川沿いの湿地に位置する。この町は、ブルベク、ブルーメンタール、ボッセルの集落からなる。旧、ブルベク及びブルーメンタールは1972年7月1日に、 地域再編の一環として合併し、現在のブルベクが成立した。ブルベクの町議会は旧議席からなる。ブルベクの町の紋章は1983年2月23日に制定され、同年3月22日に軍の認可を得た。図柄、緑地で金の鍵の下に銀のマウアアンカー。緑の背景は、ブルベク、ブルーメンタル及び教会が立つホルスト地区を含む、 この町がオステ川の湿地に位置することを示している。教会は聖ペテロに建造されており、聖ペテロのアトリビュートである鍵がそれを示している。1934年にボッセルで中世初期の住居跡が発掘されたが、マウアーアンカーは現在のブルベクが古い入植地であったことを示している。ホルストの聖ペトロ教会は湿地の開墾に参加した オランダ人移住者らによって1200年頃に建設された。当時から伝わる古い鐘は1912年にリューネブルク博物館に移された。教会の墓地には印象的な墓石が残されている。この文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。